はいどうも、ナベリアテギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけど、もう引っ越しがですね、もうとうとう明日にですね、もう迫ってるということで、もう今日はですね、僕のまあ画材たちを段ボールに詰めてるとこもね、ほぼほぼ詰め終わったんですけども、ちょっとね、僕自身もですね、この動画をですね、まあ思い出の一つとしてですね、まあ YouTube 上にアップして、まあ動画としてですね、収めておこうかなと思いまして、こういう動画を撮らせていただいております。まあ後ろにですね、もう段ボールがね、前回はですね1個とかしかなかったんだけども、ここにですね3つと、そして見えないとこにね、今ね3つあるんですよね。まあそういうのをですね、今からね、皆さんにですね、まあどんな感じなのね、まあ中身なのかっていうのをご紹介させていただこうかなと思っております。まあね、ここにねカウズがいまして、まあカウズのですね、まあカメラでですね、僕カウズのカメラってなんだ、まあカウズのまあこちらのですねポスターね、もうお家にね新しいとこに持っていくっていうのと、あとね、このね、僕がポスカで絵を描いたやつもですね、まあ次のね、まあ自分が映る部屋にも飾ろうかなと思っております。あと一個ね、このね、ここにですね横になってるんですけども、まあスケートボードですね、こちらもですね一緒に、これはですね僕の YouTube の中でも今多分トップのとこに動画アップしてるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。まあ大きい絵はね、ちょっと段ボールに詰めることができないので、まあこちらのカウズに関してもね、まあこのままですねちょっとね持っていっていただくって形でございます。よいしょ、こんな感じのですね段ボールになっておりまして、まあね、あのこの辺のですねチェック項目はですね、まあ後ほどね、ちゃんと段ボールねガムテープで締めたらですね、まあちゃんとやろうと思うんですけども、まあ中身がですねこんな感じでございます。あ、これは僕の作品ですね。基本僕の作品、これね、プッシュポップバブルです。カチカチするやつとか。まあこれに関してはね、何かしらまだ使えるかなと思ってね、ちょっとね、持っていこうと思います。あとはですね、これね、まあめちゃめちゃ最初の頃なんだけども、これね、めっちゃ良かったのよ。僕の中ではですね、お気に入りでございまして、あのね、有名じゃないですか、ポップって言われるですね。これね、見たことある方多いんじゃないかなと思うんですけども、そのポップシリーズからですね、自分でアレンジできるのも売ってたりしてですね、まあ、これに関してね動画載っけておくので、ぜひよかったら見てみてほしいなと思います。まあ、あとはですね、これめっちゃ懐かしくないですか。これ全然僕の作品とは関係ないんですけども、 iPod なのね。めっちゃ古いでしょこれ。もうなんかですね、めっちゃ古いけど、なんかめちゃめちゃ懐かしすぎて、これはさすがに持っていきたいなと思って、これ多分ね電源っていうか、ここねコードね僕もないんですけど、まあどっかにね、あの中古屋さんとか行けばあるのかなと思いますし、まあ何かしらでもしかしたらつく可能性ありますけどね。まああんま音楽入れてた記憶ないですけど、これはですねもう中学校とかだと思う。中学校の時とか使ってて、それでですねずっとあったので、これ結構綺麗なままじゃないですか。もうめっちゃ懐かしくて持っていこうと思いました。あとはですね、デザインフェスで描いたね絵とか、まああと iPhone とかあるんですけども、あとはね壁にかけてた絵もですね、まあ厳選させていただいてるんですけども、僕が飾りたいなと思ったものをですね持っていかせていただきます。あとはね PS5 持ってないのに、 PS5 のコントローラーに絵描いたりとかね、こういうのもあったりとか、あとね、ここにね、ちょっとね、出すのめんどくさいんでね、見せれないんですけども、僕はですね、デザインフェスタの時にですね、名刺1000枚作った、その残りね、この名刺1000枚はね、いらなかったですけども、まあ、これはこれでね、いい思い出になってますけどね。まあ、こんな感じでしまってて、あとはね、これね、デッサン用の人形ですね。これ、IKEA で購入したんですけども、まあ、これ使ってるかといったらそんな使ってないですけども、まあ、これはね、デスクとかにね、飾ろうとは思っております。あとは僕がですね、今まで絵描く時に勉強してた本とかをですね、さすがに持っていきたいなと思っておりまして、まあそれをですね、ちゃんと入れつつ、まああとはこの辺、そうだね、この辺も全部あれですね、YouTube で僕が絵をね、勉強、自分でもね、絵をね、やっぱり勉強しないとまだまだだと思うので、それ用のですね、本とかを入れております。まあこれ1個目でですね、結構綺麗に収まってるな感じなので、まあこれはですね、1つ目の箱はこれにて終わりって形でございますね。よいしょ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 い、2箱目でございますよ。Oh my god! Oh my god! デスクの周りきれいにしないとダメですね。まあこんな感じでですね、2箱目にはこういう形のですね、僕がね、あの眉毛整えるのね、これめっちゃ前のやつなんだけど、最近別に眉毛整えるのめんどくさくてやってませんけども、まあこういうの一応持っていった方がいいかなと思って、あとはですね、まあ腰っていうか姿勢を良くするやつのバンドとかね、これはねめちゃめちゃおすすめですね。まあ何だったか覚えてないからね、紹介できないですけども、あとは本ですね、僕が使ってた、それこそね、いろんな
んな、まあ、僕のですね、まあ、ノートとかもありますし、この辺は勉強した時のノートですね。あとはスケッチブックですね、まあ、このスケッチブック下にですね、ここにあるんだけども、このスケッチブックはね、もうこれ全部スケッチブックね、この下にあるやつ。多分ね、何回か紹介したことあるんだけども、このスケッチブックもですね、さすがに僕が YouTube を始めてからですね、まあ、皆さんと出会ったっていうのもありますから、このスケッチブックはですね、どうしても持っていきたいっていうことでですね、全部持っていかせていただいております。中身ね、まだこれ入れれそうなので、何かしらまたね、後で入れようかなと思います。2箱目はですね、こんな感じで終わりと。よいしょ、3箱目でございます。3箱目どんな感じか見ますね。まあ、こちらはですね、まあ、僕の作品も入っておりつつ、まあ、あとは手帳だね。多分ね、大学1年生からずっと書き続けてる手帳ですね。まあ1年分じゃないわ、毎年ありますけども、これがですね、まあ、ここにあって、さすがにこれ持っていきたいじゃないですか。それとあと、ここにはですね、以前紹介したね、ダイソーのメモパッドとかありますし、あとはこれね、僕はね、サッカーめちゃめちゃ好きだし、もともとサッカーもしてたっていうのもあってですね、スペインに行った時にですね、ちょっとね、バルセロナだけね、買ってきてほしいということでね、まあ、海外のサッカークラブなんですけども、こちらバルセロナのね、グッズとかが入っております。あとはね、こちらですね、ナイキのエアフォースワンね、こちらにもね、絵描かせていただきまして、これはね、飾りたいなと思っておりまして、まあ、一回履いたんでめちゃめちゃ汚いんですよ、ここ一回履いて。しかもね、一回履いたらですね、結構ね、なんかね、削れちゃって、ちょっと萎えちゃった。ほらほらほら、こことかね、めっちゃ削れてるでしょ。これで削れてしまったので、ちょっと萎えてですね、本当はね、外で履きたかったんですけども、これはですね、もう飾り用にしておこうと思ってですね、まあ、持っていくのはね、変わりないんですけども、ちょっと持っていかしていただきます。またね、飾った時はですね、お見せしますね。まあ、これで結構ね、この中身ね、スカスカでございますので、まだなんか入れれるのでね。あとはこれね、めちゃめちゃ可愛いので、結構これね、前なんですよ、多分ね、2年前のハロウィンっていうか、僕が YouTube を開設した年のハロウィンの日にですね、まあ、描いた絵でございますけど、これね、めっちゃ可愛くてお気に入りでございまして、まあ、だからね、持っていくんですけど、ちょっと可愛くないですかこれね。まあ、使うにはですね、ちょっともったいないなと思いますので、飾ろうと思います。2020年って書いてるでしょ、ここにね、後ろにね、ノベリョータのリョータ2020っていうのが書かれておりまして、これめっちゃいいんだよね。まあ、これは持っていくということでね、3箱目はこんな感じでございます。4箱目めっちゃ重いわ、4箱目めっちゃ重いっす。ここにありまして、なんか疲れちゃった。4箱目。あ、これ結構ね、汚いですね。僕がですね、まあ、好きなですね、まあ、CD ね、カノエラナさんってね、確か僕とための人だった気がしますけども、その辺とか、中田さんで、芸人オリエンタルラジオさん、中田さんが作ったですね、ゼノだっけ？ゼノだよね。確か名前ね、忘れましたけども、これのですね、カードゲーム、これめっちゃ面白い。あとですね、グレイテストショーマンね、これがですね、僕の中では、結構なんかね、今やりたいことがある人とか、なんかね、ゴールっていうか夢を目指してる人とかはですね、ぜひ見てほしいね、作品なので、これはですね、音源なんですけど、映画とかになってるので、ぜひそちらの方を見ていただければいいかなと思います。まあ、あとはなんだろうな、デスノートね、デスノートの人狼とかもありますけど、これめっちゃおもろいね。あとはね、僕がですね、一回ね、紹介したですね、文房具めっちゃ入ってるよ、めっちゃ入ってて、多分ね、一通りのボールペンとかね、下に見えるかな、これ全部そうなんですけども、これね、綺麗にですね、収めたので、もう出すのはめんどくさいんでね、もう出さないですけども、さすがに使わなさそうなのはもうね、今回ね、捨てていくんですけども、基本全部持っていっておりますんで、まあ、次のお家でですね、ちょっと並べれれば並べたいなと思っております。まあ、こんな感じで、この黒い入れ物はですね、僕のですね、撮影機材の、まあ、三脚であったりとか、いろいろ諸々のですね、まあ、ちっちゃい機材とかが入ってるですね、袋でございます。これがですね、4箱目なんですけど、結構綺麗にね、僕の中では綺麗に入ってますけどね、もしかしたらね、綺麗好きの人からしたら、いや汚いなとかね、思う方いるかもしれないんですけども、まあ、これが4箱目でございます。うわ、ああ結構暴れました。こんな感じの5箱目ってことで、オープン。うわ、これはすごいぞ。5箱目に関して言うとですね、もう汚いね。もう入れ方が乱雑すぎるんですけども、ガラスペンとかここに入れて大丈夫かなとかいうね、不安がありますし、まあ僕自身ガラスペンとのね、あんまり運がないっていうかね、まあこれが欠けてしまったら結構最悪なんですけども、まあこれとか僕が使ってないね、いろんなね、画材とかありますけどね。まあこれとかね、まだ動画に登場してないものとかいろいろあるんですけども、まあまたね、登場するかもしれないです。まああとはですね、これも
全部画材だね。僕は YouTube で今まで紹介した画材がですね全部入っております。もう画材だけでこの一箱埋まるっていうのもですね、さすがにですね、僕もよく YouTube でですねたくさん紹介したんだなっていうのをですね改めて感じましたね。まあ、これが何個目だ、これ5箱目なんですけども、まあ、次がですね6箱目で、この箱よりもですねもうワンサイズ大きな箱にですね詰めております。ちょっとお待ちください。よいしょ、重い。ちょっとこれ、ね、あのカメラに収まらないと思うんですけども、ちょっと待ってね。この辺の手帳とかどければ収まるかな。収まらなさそう、収まらなさそうなので、まあこれはこれでよしとしましょう。こういう感じでですね、まああの結構でかいでしょ。これもですねほぼほぼねあの画材なんですけども、この箱に関して言うと結構大きなサイズのものを入れさせていただいております。まあこれお花とかですね、僕自身がですねもらったお花でございまして、まああのこれ枯れないねバラとかお花なので、さすがにですね次の家でも飾りたいなと思ってですね持っていかしていただこうと思ってます。まああとはですね、僕が走ってる時のナイキのマスクとかね、さすがにねもうこれ洗濯してですね綺麗にねもう入れさせていただいております。まああとは僕がですねあの最近っていうか動画編集の時に使ってるマウスとかの箱もね一応入れさせていただいたりとか、あとあの下の方にですねそれこそなんだっけこれ、あこれはねあのカーテンだ。カーテンもですねあの僕自身ねあの次遮光カーテン買わせていただきまして、もう光を全部入れずにですねもう室内でそのライトだけでですね光をね、まあ、明るさ作っていこうかなと思っておりまして、その遮光カーテンもそのね段ボール、まあ、Amazon で注文したんですけども、その Amazon で注文した、まあ、遮光カーテンそのまま箱のごと入ってますね。箱ごと入ってたりとか、あとは最近ねあの ZVE10 でねあのこの今はもうカメラで撮ってますけども、それのですね箱とかね、さすがにねこれ捨てた場合ねあのちょっとなんかね不具合とかあったら大変なので、さすがにこれも持っていこうと思っております。はい、ということでね、あの引っ越しまでもう前日に迫った中ですね、まあこのような形でですね僕の部屋だけでもこんだけの、まあ、画材、そしてですね、まあ、持っていくものっていう形で、もうこれ、ほぼ、っていうか、YouTube で使ったものしかないっていうのでね、まあ、次の引っ越し先行ってからも、まあ、YouTube 続けますし、まあ、そこで紹介したもの、そしてさらにね、次また引っ越すってなった場合、その引っ越す時のまた段ボールの数っていうのは、えぐいことになるんじゃないかなとか思ったりするんですけども、まあ、そういう時はね、もう断捨離するしかないなとか思ったりするので、まあ、その時はですね、また楽しみにね、待っていただけると嬉しいなと思います。まあ、こんな感じでですね、僕のまあ最後ね自分のまあ部屋をねアトリエにする企画って言われるのもねやっておりましたし、もともとはですねここに漫画とかもねたくさんあったんですけども、まあ、その漫画売るっていうところから始まり、そしてですねテーブルね、今ね僕がよくね絵描いてる時にもね使ってますテーブルなんですけども、これもですねもともとはなかったからね、それも含めてですね僕はね本当に YouTube で出会ってくれた皆さん、そしてですねまあいろんな SNS で出会ってくれた皆さん、そしていろんな会社の皆さんにですね支えられている中でですね、僕自身ねこうやってですね YouTube 続けられていますので、ぜひこれからもですねよろしくお願いいたします。まあね、ちなみに言うとですね、今ここに見えてるこの赤い椅子あるじゃないですか、まあこれに関して言うとですね、僕がねその部屋をですねアトリエにする企画でまあ買ったのはいいんですけども、ちょっとね今回ねもうねあのめんどくさいね見せないですけども、めちゃくちゃここのですねもう座るところがもう剥がれてきちゃって、さすがに安い椅子はダメだなと思いまして、この子はねですねもう持っていかないんだよね。だからこの赤い椅子に関してはですねもう最後なので、やっぱ最後だから見せた方がいいか、ちょっとね僕も動画に収めておこうかなと思いますので、ちょっと椅子持ってきますね。よいしょ、こんな感じのですね、まあ、椅子になっておりまして、見てるとですね、めちゃめちゃおしゃれな椅子なんですけども、ここ座るとこ見て、ここね、めっちゃ剥がれてきてるでしょ？これね、1年も持ってないからね。これ1年も持ってないのにこんだけ剥がれるっていうことはもう座りすぎでしょうっていう話でございますから、まあ、これに関してはですね、さすがにもう持っていかずにね、まあ、まあ、次のね、僕の部屋、アトリエにする企画ではですね、まあ、さらにちょっとね、おしゃれにしたいなっていう気持ちもありますし、まあ、今まで帰ってきた、僕がですね、気に入っているものというのは、まあ、壁に飾ってですね皆さんにね見ていただけるような形をですねもうこれから作っていこうと思いますので、まあ明日の動画に関してはねちょっとまだ出せるか分かんないんですけども、まあ、引っ越し先の場所に関してはですね明後日以降だと思ってください。さすがにね明日は朝からですね、まあ、こっちの家の引っ越しで引っ越し業者さんね、まあ、酒井さんが来るんですけども、まあ、酒井さんが来ての引っ越しで、その後まあ部屋ね掃除したりとか、まあ、あのいらないものとかね持って行ってもらう
らうって、この椅子も持って行ってもらったりとかするので結構ねバタバタすると思いますし、まあ新しいね家に関してもですね結構ね段ボールでねまあ山積みなので、まあそこに関して言うとですねまたね動画上げれればいいかなと思っております。まあでもね今回ね僕がまあ東京出てきてまあ初めてのこのお家って言われるものはですねものすごくねもうめちゃめちゃお世話になりましたし、まあ僕自身ですねまあいろんな思い出がこの部屋で作られたなと思いますし、まあなんだかんだねもうすぐまあ引っ越す前にですねまあ2周年は迎えられませんでしたけども、まあ2月17日がですね2周年なんでね、まあちょうどいい機会だったのかなと思います。まあ3周年目を迎えるためにもですね新しい家に引っ越してそこからですねまたスタートしようかなと思いますので、ぜひですね第2弾まあ第2弾というかね延べ亮太ギャラリー第2章ということでね楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。まあ僕自身も本当にねこの部屋にもお世話になりましたし、きっとですねこの部屋でね絵描いてた動画とかいろんなまあ僕も SNS やってた時にですね登場してたりもするので、まあその中でですね思い出にね皆さんの中にどっかしらにね入ってたら嬉しいなと思っております。まあ僕自身もですねまあ今日でまあここでのちゃんとした撮影は終わりになるので、まあ僕自身もまあこの動画を機にですねまた新しい家での撮影楽しみにねしていこうかなと思いますので、ぜひね楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。これからもね頑張らせていただきますし、まあ年内ねチャンネル登録者1万人をですね目標に目指していますので、目標に目指してる、まあ目指してるというかねもう1万人達成しますので、ぜひですねこれからの応援よろしくお願いいたします。ということでね延べ亮太ギャラリー第2章がですね明日以降幕開けするということで、ぜひね楽しみにお待ちいただけると嬉しいなと思います。そしてですね本当にねこのまあ約2年間だね約2年間このねお家にはねめちゃめちゃお世話になりましたし、きっと皆さんもですねどのタイミングで出会ったか分かりませんけども、もうここでのですねこの画角、まあ、この画角自体はですねめちゃめちゃ初めましてなんですけども、まあこの部屋の壁であったりですねこのベッドが映ってる映像とか、まあ、テーブル、まあ、テーブルはですねこれからも映り続けるんだけども、この椅子とかはですねもう今回でおさらばになってしまうので、ぜひですねこれからのですね第2章の延べ亮太ギャラリーにも期待しててください。では皆さんと一緒にですねまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。どんな世界になるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ということでですね今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、また明日以降の最高のアートの世界、そして第2章の延べ亮太ギャラリーにも期待していてください。では皆さんまた明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。Thank you! バイバーイ。約2年間ありがとうございました。また明日からもよろしくお願いいたします。バイバーイ。 Thank you! OK! じゃあまた明日お会いしましょう。バイバイ。